江田吉城は、兵庫県神戸市西区江田吉四丁目付近にあった、日本の城。土地区画整理事業前の丘陵地模型、吉田郷土艦造井南大地が、東西に張り出している低い丘陵地に、江田吉城が建っていた。江田吉城の南には、山陽道が走り、赤市と三木を結ぶ三木街道が通る要衝の地で、戦略的にも重要であった。また、 赤獅子は赤松市の悲観で、赤獅子を中心とした勢力を持っており、赤獅子が枝吉城を築いたと言われて、古くは吉田取りとも言われていた。このような重要な城であったが、資料にはほとんど登場せず、江戸時代に作成された地事で推察できる程度である。その中で岩宿の雨受け記録によると、天正3年6月祭点が続いており、 その時に、枝吉城の赤獅子が大山寺で雨乞いを実施した断片的な記録は残っている。現在以降として、本丸の一部が残っているだけで、1965年から始まった土地区画整理事業で城郭のほとんどがなくなってしまった。赤獅子については、近年様々な研究がなされているが、資料がほとんどなく明確なことはわかっていない。赤獅子は、 古い時代から、赤石軍で力を持っており、荘園を管理する地頭で、赤松氏の台頭と共に、年寄りに列せられたとしている。また、県庁7年には、赤石終わり神という名前が見え、長六二年には赤石修理助なる人物が、応仁の乱でも戦っている。赤石氏の変遷は、菅野城から下津波市城そして枝良識へ勢力を拡大していったようで、 山間部から平野部に本拠地を変えていった。枝吉城の築城時期は明確ではないが、枝吉城の正面にある法恩寺が影響元年に建てられたことから、その前後ではないかとされている。沖城の関姫城の天守跡天文7年に、天子春久軍の進行により淡路の岩屋城に避難していた赤松春政であったが、阿波の細川持鷹の支援を得て、 翌天文8年に船で、赤市に上陸した。この時の戦いで、赤松春政細川持高連合軍は、人丸塚付近に布陣し、赤市正風がいる枝吉城を行為した。この大軍を見た、赤市正風は、抵抗するのは不利と思えたのか、和談にいたしとし、降伏を申し出た。これに対して春政は、赤市五斜面とし、和睦を受け入れた。 ついで、赤松、細川連合軍は、御儀城がある上落寺に布陣した。しかし、すでに御著に御敵伊居る公とあり、御儀城には、天子軍の拠点となって、かなりの大部隊がいたらしく、赤松、細川連合軍は、別所修士を頼って、三木城に移動した。三好長慶像、大徳寺、受講院像、第一次枝吉城の戦いで、赤志氏は、 赤松春政に降伏した後、春政は、細川春元方となっているので、赤獅子も、晴元方に属していた。一方、三好長径は、江口の戦いで、晴元敗下の三吉正長を討ち取り、晴元を沖内から追放した。沖内を治めつつある長径ではあったが、阿波には、弟三好実久、佐抜には、東郷一存、阿波寺には、畑冬康、そして、 摂津と京都には、自身がおり、阿波から京都への補給路を確保するため、中間地点にある枝吉城が、晴れ元方に属しているのは、問題があった。天文23年11月2日、長慶は拒兵し、まず先人として、三好実久隊と、下原長房隊が、枝吉城を行為した。しかし、すぐには合戦とはならず、赤死亡軍も防備に徹し、 老城戦となった。年が、明け天二24年正月に、三好長慶軍も、高位軍に加わり大山寺に布陣した。赤志望は大軍に驚いたのか、同月13日、大山寺の本堂、いろいろ混を揃うて、お首にせえては僕とは僕した。その後三好長慶軍は、より富士城に向かいそこで、約1ヶ月間の攻撃となり、上手であった。 三木二郎が和議を申し入れ会場した。張馬東二軍を手に入れた三吉長慶軍は、同年2月27日、海人都市、淡勢、淡路勢、そして、長慶も、芥川山城に帰城した。明石市の最後の城主は、明石のりざねで、三木合戦では、橋場秀吉軍に組みし、野口城を向上。これらの功績により、天正13年に、 豊岡城の城主となっている。しかし文禄四年、豊臣秀寺の失脚に連雑して切腹する。天正十三年に、明石のりざねが豊岡城に転覆した後、高山右近が入り子の城を破城して、資材を洗城城の築城に使ったとされている。しかし、高山右近が直接洗城城へ入城したと記されている研究や、 ウコンに関して触れていない研究もある。これらのことから、枝吉城に入ったという確実な資料もなく、枝吉城にウコンがいたかどうかはわからないとしており、ウコンが上手となったかどうかについては不明と記している。また、枝吉城は、赤石氏が去った後、廃城になったものと思われるとあり、天正13年以降廃城になったとしている。 事業計画前模型の上角部分、吉田郷土館蔵枝吉城は、標高26メートルの台地に、本丸跡があり、東西250メートル、南北110メートルの広さを持っていたが、神戸市、摩松土地区画整理事業により、約3、4の本丸は削られてしまった。北側の台地には二の丸があり、本丸とは掘り切りで隔てられていた。北東の隅に、 物見櫓がある車があった。大手は、東側だったようで、現在は埋め立てられているが、小形地と、特地と北側には、シンボリーと呼ばれている水路を合わせて、枝吉城の掘り跡ではないかと考えられている。また、東側大地の裾に、館があり、その外側にも水掘りが設けられていた。1967年の発掘調査では、祖籍、列籍、 柱穴のほか、河原線を基礎とした建物の遺構が発見された。河原線を基礎とした建物というのは、映画城、五木城、伊丹城などで見つかっており、茶室、お堂、あるいは倉庫の後で、本城級の城には、月物の施設であろうと考えていると解説している。枝吉城の周辺1979年、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成また、枝吉城の東側には、戦国時代の城下町があざなから推察できる。連弱商人が商売をしていた、自、連弱・家臣団の居住区があった、自、北屋敷、自、南屋敷、そして第一次枝吉城の戦いの時に、赤松春正、細川持高連合軍が放火したと伝わる。 全学寺やイザナミ神社などの寺町があり、ある程度の家臣団と商人が集中しており、寺院群を持つ、非農業的要素の強い城下町が形成されていたとしている。また、枝代市場を本庄に、いくつかの市場があり各部業集を配置していた。ありがとうございます。